の別居代です。今日は、次男三男という2人で、やるんですけども、今までいろいろ笛の話をしてきて、はい、プラチックの笛とあとは笛師さんの笛がいいよと、でプラスチックの笛はこの辺のね、買いますんですよね。何楽器でしたっけ、鈴木楽器、そうですね、のこのプラカンがいいですよみたいな話はあってですね、その選べるかと思うんですけども、いやでも何と言っても笛師さんの作る笛がいいよっていう話もあったじゃないですか、同時に。でその時に笛師知らないんですけどっていう問題があるじゃないですか。そうですね、そういうのもありますね。しかもね、調べてもなんかよくわかんない、笛って本当に調べてもよくわかんないじゃないですか。ということで、今回は東日本の方で、どんな笛師さんがいるのかなということをですね、次男の高橋さんに、聞いてみると。東日本で。東日本。とりあえず、ね、どうしてもね、西日本。西日本にもね、いらっしゃいます。そうですね。自分では北の方からもね、自分で吹いたことはそんなにないんですけども、名前だけは知ってるっていうのは結構ありますかね。一つは東北の方で、音吉さんという笛師の方。音吉屋さんですね。音楽の音に大吉の吉ですね。今調べてきますね。音吉屋笛工房って書いてますね。これは宮城県の仙台市、大田区っていうことですよ。そうなんですね。今ね、これ、ホームページ、開いて見てます。このね、トップページは自然あふれる中じっくりと笛作りしておりますって書いてますね。いや、どんな笛なんでしょうね。画像で見るとこの、なんていうんですか、この実直な感じに、見られますね。商品案内っていうところ見てみますか。いろいろありますよ。青葉、これバイカっていうものかな。羽衣、みやび、雲流、笛の種類にいろいろ名前がついてるわけですね。そうですね。青葉っていうのはもう本当にあれですね、オーソドックスなザ・フエっていう感じですね。特徴がいろいろ書いてありますね。特注品以外は細めの竹を使っておりますので、弱い木でも高音が出しやすくなっておりますと。カシュート量による中塗りで、かぶれの心配がありません。なるほど。これがね、青葉。このバイカっていうのを見てみますか。特徴、音吉屋の篠笛の定番品ですと。これだったんですよ。本漆による中塗りとですね。次見てます。羽衣。これは非常にこれ、塗装が巻いてありますね。ああ、本当ですね。この茂巻きみたいな勢いで巻いてありますね。指先に触れる笛の触れが心地よいと、愛用者が増えているということですね。すごい。ああ、またこの、ね、穴のところにくぼみをつけて、指先が馴染むということですね。へえ。次に、みやび見てみますか。
これは漆塗りですね。総漆塗りっていう感じなんですかね、これね。そうですね。鏡のような艶を持つその姿も美しければ澄み切った音色にも魅了されます。内側外側とも本漆仕上げですって書いてますね。いや見てると欲しくなってしまいますね。なんかあれ雲流の方はこれはあれ、はい、あれですね、この写真はないようです。の小さいところで見るとこれなんですね。黒ですかね。黒とグレーのなんか石目塗り文様入りって書いてますね。あ、ただいま準備中。ってあります。新作が出てたんですね。こうご期待って書いて。楽しみですね。ブログも押されてるんですかね。工房日記っていうのがありますよ。いいですね。ですね。頻繁に更新されてますね。っていう感じですね。結構面白いですね。面白いですね。いやー見てるとちょっと欲しくなっちゃいますよね。土屋さんね。一度私もあのお会いしたことがあって。あ、そうなんですね。はい、どんな感じの方ですか。どんな感じのね、お優しい感じの。はい、そうですか。これはね、宮城県、東北の方々はどうでしょう、いいんじゃないですかね。今ネットでね、買えるんで全国いいと思いますけども、じゃあ、あとはあとはそうですね、確か群馬県の群馬さんで、はい、